ビースト村山プロデュースの最高級プロテインがついに登場。味はグッとうまいリッチストロベリー。筋肉をつけたあなたは下の概要欄からぜひご購入ください。こんにちは、ビースト村山です。今回のテーマは立体的で溝の深い肩を作るための三角筋を鍛える順番とはです。どうぞよろしくお願いします。今回のテーマなんですけども、ご質問されたことに対してですね、お答えしていきたいと思います。最近ですね、肩のトレーニングの実践メニューをですね、私は動画で上げていたんですけども、それに対して、ご質問がございました。三角筋って、こう前と、全部って言った方がいいかな。全部、中部、後部っていう風に分かれてるんですけれども、ここをですね、どういった順番で鍛えていくと効果的なのかっていうご質問でした。で、こちらなんですけれども、まず前提としてですね、私はまず高重量級を扱うものを最初に持ってきています。そしてその後に、中量系のメニューだったりとか、軽量系の高回数のメニューだったりっていうのをちょっと持っていくんですけれども、最初にはですね、フロントのショルダープレスを持っていきます。主にですね、三角筋全部の方ですよね、こっちの方。中部ももちろん使うんですけども、この前の方を中心としたメニューをやっています。で、これはですね、回数はだいたいメインはですね、5回以上8回未満ぐらいでやってますね。5から8ぐらいでやっています。で、これが終わった後にですね、ショルダープレス、もう1回やるんですよ。で、角度が、全部の時ってこう、前の方に押すんですけど、今度なるべくまっすぐ上に上げるようなイメージで、この側部をですね、狙ってやっています。中部ですね、中部を狙ってやっています。これはちょっと回数多めにやってますね。8から12ぐらいを目安にやっています。というのはですね、最初のフロントショルダープレスで結構もう使ってるっちゃ使ってるので、ちょっと多めの設定にはなっていますね。8から12と言いますけど、だいたい8回、9回ぐらいです。で、この後にですね、以前動画で紹介した、バックプレス、首の後ろでやってくるバックプレスをですね、なるべく三角筋後部を意識して、リアデルトですね、こちらを意識して、しっかりとやっていきます。で、やっぱり三角筋後部を意識するために、ここも5回、6回できればいいんですけども、最初難しいときはですね、意識が難しいときは8から12ぐらいで持っていくといいと思います。私は結構意識が入りやすいので、もう5回、6回ぐらいにここも重量を入れて組んでいます。その後に、サイドレイズ系だったりとか、フロントレイズ系とか、あとリアレイズっていったものをこうガンガン入れていくような感じですね。だから順番に言うと三角筋の前、前部、中部、後部。で、サイドレイズ、レイズ系の、前部、中部、後部っていうのを一つのベースとしてやっています。で、これがですね、私の中で今すごくハマっていて、肩の発達としてはですね、効果的だなと思っております。なんであんまり偏りないようにっていうのはあると思うんですけども、もし例えば前の方が発達して後ろ弱かったら、やっぱり後ろを優先的にやった方がいいと思いますし、逆に、全体的にボリュームがなければ、少し筋力アップメニュー、低回数、高重量のものと、中回数かな、中回数、中重量のものを少しメニューに入れていったりとか、あと、サイズ感はあるんだけども、カットがなかなか出ないっていう方だったら、やっぱりちょっと回数多めのものとかも入れていくと、私は効果的だと思います。あくまでも、今のメニューっていうのは、私にアジャストしたものになりますので、みんながみんな当てはまるわけではないと思うんです。ただですね、一つの例として参考にしてあげる分には、十分参考になると思いますので、ぜひですね、ご利用いただければと思います。今回はちょっと短い動画でした。こういった動画がですね、もしご参考になれば、ぜひグッドボタンお願いします。今回もありがとうございました。